い、どうも皆さん、トライアングルです。はい。今回ですね、皆さん、おっきい、オデッセイ多分ね、やってる方だとわかると思うんですが、アップデートが来ました。やったよー、細かいアップデート。僕ね、昔からっていうか、アップデート、オデッセイのアップデートがあった時から、ちょいちょい衣装のアップデートは嬉しいねって話をしてたんですよ。で、ちょいちょい衣装のアップデートが来てくれれば、すごいいいなって話をしてたら、なんと今回、はーい、アップデート来てくれました。ようこそお越しくださいました。はい、こちらですね。サテラビューの帽と、サテラビューの服です。はい、こちらと、野球帽と、野球服。まあ、僕は、野球部だったので、もうこれはすごい嬉しい。で、いろんな検証したいと思います。でも、ちょっと今回やりたいのは、こちら、サテラビューの服と、サテラビューの帽。はい、こちら。使いたいんです。こちらで、クッパのところに行ってみたい。はい。で、野球部は野球部で、またちょっとクッパのところに行ってみたいと思うんですが、まずちょっとこちらでね、月の国に行って、クッパと会ってきたいと思います。やばい、これ見て。で、これで、しかも宇宙行ったらどうなるか、ちょっとそれも気になるんでね、やってみたいと思います。はい。鼻がやばいね。鼻声がすごいね。これもしかして、なんか月の国ってか行ったら、ジャンプ力上がってたりとかする？どうなんだろう。そのサテライトの服だと、その恩恵が受けられるみたいな、ありそうじゃない？これ。いきますよ。宇宙服じゃなくてサテライトです。どうなる？え？あれ？変わんないか？あ、変わんないね。変わらんか。よし、じゃあ行こうか。さあ、なんて言ってくれるこのサテライトの服で。もしかしたら、なんか違うこと言ってくれるかもしれないんだね。なんか前、アーマーマリオの時は、なんか、違うこと言ってると思ったら、なんか前も同じことってか、言ってること。こんにちはは。はい。なんか、別の衣装でも同じこと言うことあったらしいですよね。ごめんなさい。ちょっと、携帯が落ちた。さあ、でも今回こそ、全く違うことを言ってくれると私は信じている。さあ、行くぞ。よろしくお願いいたします、クッパくん。よろしく。何度見た光景だろうか、この光景。どうも。さあ、行きましょう。こんにちは。なんだこの後ろのついてるなんか赤いものは、私も乗ってみたいぞとか言わないかな。大丈夫かな。クッパさんが仲間になったみたいな。わっはっは。呼んでもないのに、のこのこと。さあ、行きましょう。次です。はい。ああ、今泉くん、これは普通のことですね。残念だ。クッパくん、君にはがっかりだよ。君は何年このオデッセイやってるんだ。何年僕の動画に出てるんだ。君最近、検証シリーズで君が出てない理由がわかるか。ほとんど失敗してるからだよ。でも好きよ。じゃあまずこれやってみようか。はい。最後にバルーン探し一回やって終わろうかなと。結構遠いがこれ行くか。結構月の国はね、探すところが、隠すところがあまりないんですよね。さあ行こうか。やばい。ミスるな、ミスんな。やばい。これミスったね。これ完全ミスったね。やっちまったね、これ。やばいね。いやでもこれでも間に合うのがトライアングルさんなんです。大丈夫でございます。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってください。急ぎましょう。トライアングルさん。ちょっと、かといってね、急がないとは違うからね。いい？あと25秒。どこだ？左か右か。どっちだ？考えろ。感じるんだ。はい！クラピカ理論！こっちか。オッケーオッケー。上！今これやばい気がする。ちょっと待って。オブセッション絡みクライシス。